はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回も、日本酒です。上善水のごとし。違う。あ、いいのか。上善水のごとし。これ、上善はいいとして、ごとし水で、水のごとしと読ませる。らしいです。ここに普通に、ね。まあいいや。純米吟醸。です。180ml の缶ですね。アルコール度数が14度以上、15度未満。原材料名、米麹のみですね。味わいが辛口。飲み方が冷やして。安定の冷やして。ですが、常温で飲みます。うん。こちらはですね、白、滝、白滝酒造株式会社かな。これ滝って読むのかな。あれ、これ滝って読むの。白流わかんない。まあいいや、とりあえず飲んでいきたいと思います。こちらですね、値段忘れましたが、とにかくこの名の通り、水のごとしの名の通りですね、非常に水のようにすごいらしいです。飲めるらしいです。うん。水っぽいらしいですね。非常に。こちらがですね、安定の、私ども賞味期限が切れ、いや、賞味期限ちゃうわ。生存年月日か。が何年かというと、2013年の1月の25日。まあ、9ヶ月ぐらいは過ぎてると。まあ、生存年月日ですから別にいいんです。ね、それではいただきまーす。乾杯。うん。ああ、水のごとしか。うん。うん。水のごとし。水のごとしってほど水でもねえんだけどな。水でもねえなぁと今思ったけど、うん、別に、うん、まあ、うん、まあ水のことしといえばまあね。はい、今回も男前酒造、今日は男、何で男前酒造になった？男前、豆腐をつまみに。ですね。あ、これ新潟県ですね。新潟県の南魚沼郡、湯沢町。あ、湯沢か。まあ、湯沢っていうのはどこかっていうと、北の方です。確か。あれ？違ったっけ？あ、違うな、多分。わかんない。もうわかんない。俺、地理には詳しくないんで。まあでも、湯沢といえば。まあ、俺、何度か、行ったんだったかな。うん。まあ、かなり、雪が、降るところですね。まあ、そこまで降らない。まあ、そこまで降るって言うと、言い方おかしいですけどね。新潟県でもね、やっぱめちゃくちゃ降るところはね、ほんと10メーターぐらい積もるらしいんですよ。うん。気違いレベル。俺が住んでるところは別に1メーターも積もんないところなんですけど。まあ、積もってせいぜい、まあ、5、60センチ。うん。せいぜいって言ってもね、この5、60センチでも、ね、相当です。はっきり言って。10メーターとかの気違いです。うん。あれ、10メーターはわかんないけど、とりあえず、まあ、10メーターぐらい。なのかな、家ぐらい。まず積もる。積もるっていうより、何なのかなあれな。積もるっていうより、雪のね、壁ができるっていう。もう両側が、道路の両側がもう雪の壁なんですよね。
そういうとこです。あれは、どこやろな。新潟県の、中越とかですね。まあ、いわゆる、新潟県の真ん中より、とか、真ん中とか、真ん中より下あたりですかね。うん。うん。長岡。長岡のあたりだったかな。どこだったっけな。まあ、とにかくクソみたいに積もる場所があるみたいです。はい。ということで、ね。そんなこんなんで置いといて。純米吟醸、上善水のごとし、軽快な味、フレッシュな、果実のような華やかな香り、そして純米のまろやかな、旨味の余韻。どんな料理にも美味しく合わせられます。確かにこれは、うん。うん。ね。水のごとしっていうのも、まあ、わかる気もするね。うん。スッと消えるんだよね。口当たりが若干、水っぽくて、で、飲んで、ああ、米だなーってなって、スッと消えるんですよ。味が。うん。で、この 180ml のアルミ缶が300円。となってます。え？アルミ缶と、瓶の 180ml のやつが同じ値段なんだけど。それだったら俺瓶の方欲しいわ。なんでこのアルミ缶を買わなきゃいけないの？はい。確かにこれはどんな料理にも合うな、これな。料理の味を壊さない。ね、かなり、なんていうか。まあ、飲みやすい。確かに飲みやすいけども、逆に言えば、なんか、何の味も素っ気もないみたいな。多分、この素っ気もないも、あれだと思うんですけど。新潟弁じゃないか。味も素っ気もねえっていう。新潟の人。味も素っ気もねえ。多分これ、方便だな。多分ってか、もう間違いないですね。味も素っ気もねっていう。多分ね。うん。で、ことです。うん。でも、湯沢町か。湯沢はね、スキーで有名ですね。俺もよく行きました。小学生の時。ユーザーは全然違うじゃん。上越のあたりじゃねえか。まあ、いわゆる下の方ですね。うん。あ、じゃあ降りてねえな。ユーザーは行ったことないな、多分。あ、小千谷ですね。長岡のあたりです。とにかく雪が積もるのは小千谷っていう、まあ、いわゆるな、あれ、小千谷市だったよな。地震が昔、まあ、昔っていうほど昔でもないですけど、前あったんですね。中越地震だっけ？そこが小千谷市ってとこで、新潟県のね。そこがね、もうとにかく雪がむちゃくちゃ積もるとこなんですよ。うん。らしいです。俺が住んでるとこはもう全くもって逆の北の方ですね。新発田市ってとこ。ほとんどもクソも、まあ、雪は降るんですけど、別にそこまで降らない。降るっていうほど降らない。1メーターも降らないから。まあ、新潟県の中では降らない方なんでしょうね。うん。もう、うん、微妙ですね、これはね。うん。確かに飲みやすい。だがしかし、うまくもないっていう感じ。うん。おじやで、ググって、何メーター積もるかちょっと見てみますね。なんか、
おじやでググったら、おじやが出た。雑炊が出た。くそ。おじやし。どんぐらい積もるかちょっと、さっき俺が10メーターとか言ったから、ちょっと自分の発言に自信が持てない。どんぐらい積もるんだ。特別豪雪地帯。あはマジで初めて知ったんだけど。小千谷市のウィキペディアに、気象のところに、特別豪雪地帯であり、記録的な豪雪を何度も経験している。市は、国雪郡、国雪都市宣言をしている。消雪パイプも設置されているが、設置されていない道路もあり、雪の日は除雪車が活躍している。まあ、消雪パイプはね、普通にあるんですよ。雪国だと、ね、普通にあるんですけど、除雪車も、俺のとこも普通に動いてますね。マジで？特別豪雪地帯って。なんだよ、それ。特別豪雪地帯がですね。あ、結構あるわ。そうですね、稚内。北海道だと、平均、年の平均降雪量が656センチ。うん。ですね。それでは、いいですか？北海道ですよ。北海道の稚内で年平均降雪量が656センチ。まあ、6メーター。56センチ。全部積もってるんですよ。1日に、1年間の雪が全部積もって656センチってことは、6メーター50センチ。じゃあ、小千谷市、見てみましょう。多分恐ろしいぞ、これ。どこだ？小千谷市だから、どこだろう？多分小千谷市の、十日町ってとこですね、多分ね、津南とかね。こちらですね、津南。1349センチ。まあ、2倍ちょいですね。うん。で、俺のところが、俺の新潟が217センチ。ですね。ちなみに新潟は豪雪地帯です。特別ではなく。うん。ただの豪雪地帯。はぁ、あ。恐ろしいほど降ってるな。特別豪雪地帯と。気違いすぎるわ。前ね、LINE でね、ちょっと、いろいろ話したりしてた女の子がいたんですが、その子が、小千谷市というところの出身でですね、出身でというか、その人だったんですね。で、ちょうど冬だったんで、ちょっと外の景色見せてくれって言ったらですね、画像を送られてきてですね。だから、さっき言った通り、道路の、もう横全部がもう、雪の壁で覆われてて、ドカーンってなってるんですね。だから、あれが10メーターぐらいなんですかね。わかんないけど。うん。まあ、とにかくそういうことです。だって、さっき言った1300センチでしょ？ 1300 センチってことは、100センチが1メーターだから13メーターでしょ？
一気に全部積もって13メーターだから、まあ、まあ、なかなか溶けないですよね、結局ね。雪ってね。うん。寒い地域で言うと。うん、やっぱなかなか溶けない。まあ、だから10メーター。まあ、浅く見積もっても5メーターはある。5メーターどこじゃないと思うけどな、あれな。雪の壁がね。まあ、相当な、あれ、ひどいことになっとる。ところがあるわけです。当然、あの、家が潰されますんで、ね。当然、雪下ろしですよ。だから、俺らとは、俺らの住んでるとことはもう次元が違う。うん。あくまで俺らは、あの、雪下ろしはしない。ですね。基本的に。まあ、一回、去年したか。去年雪下ろしはしたけど、一日ぐらいしかしない。うん。雪下ろしではなく、雪かきですね。普通に。うん。だから、もうその人たちはもう、雪下ろしっていうのも当たり前のようにやってるわけですね。結局。まあ、やらないと潰れますからね、家が。うん。鬼畜ですよ。めちゃくちゃ疲れんだぜ。おじやし。で、何人も毎年雪かき、雪下ろしで死んでるんですよね。うん。本当に。うん。何年も死んでる。何人も死んでる。ですね。小千谷市、去年、24年度の積雪、累計積雪量ですね。累積降雪量が、これは、1000ぐらいか。1000センチぐらい。まず10メーターぐらいと。で、非最大降雪量が67センチ。気違いですね。はっきり言うと。うん。気ちく。気ちく。でしょうね。一日に60センチ降って積もってたら、鬼畜でしょ。俺らのとこは30センチ積もったら、びっくりするぐらい。いや、びっくりもしねえけど。まあ30センチ積もったら、うわーって。なるけど。でも、非最大で67センチってことは、まあ、最大で60、70センチ近くでしょ。まあ、平均で50センチぐらい1日ずっと、ね、毎日50センチずつ増えてくるんじゃない？きついわ。こんなとこに要すんわ。新潟でも俺住みたくないのに、こんなとこ。雪かきとかさ、ね。まあ、ねえ。すっげえ疲れるんだな、あれな。雪かき。特にあの、ね。面積が広い、その家が、庭が広かったりすると、結局ほら、あの、車で通勤してたりするでしょ？ね。ってことは、その、車の通り道を、まあ、雪かきしなきゃいけないと。
だから、その部分がでかいと、庭が大きかったりすると。ね。ものすごい、めんどくさい。あ、でもあれか。そういう豪雪地帯はあれだ。雪かき機があるから。割と楽かもしれないな。あ、そういえばそんなこと言っとったな。俺らはね、雪かき機を必要ないぐらいのレベルの、あれですから。普通に手動でっていうか、手でっていうか、まあ、人力でやるんですけど。それをもう、無理っていう人っていうかその、無理ですって、ね、いうレベルの場所だと、やっぱり、雪かき機があるからね。そういうのがあるから、それで、バババーっとやれるから。案外楽っちゃ、楽かもしれないね。また雪下ろしはしなきゃいけないけどな。人力でな。まあ結局、そういうことでしょうね。うん。まあでも人力はきついで。雪かきは。だから本当に新潟県の人はね、かなりね、力だとか体力があると思うね。でも腹立つのは、女とかが、してないっていうね。雪かきを。男にみんな任せたりする。みたいな。それが腹立つ。すっごい腹立つ。そのね、小千谷市の人も言ってましたけど。私女だから、みんななんか、親に任せてるみたいな。こと言っとるわけですよ。ふざけんなと。ああ。そう。あと、そういえば去年言ったかな。去年の12月の10日ぐらいだったかな。に、俺事故りましてですね。思いっきり事故りましてですね。車に乗って、まあ、スノータイヤ履いて、普通に、運転してたんですけど、まあ、田んぼ道、みたいなとこで、ですね。周りに、何もないようなとこで、田んぼしかない、とこでですね。ちょっと急いでて、50キロぐらい出したんだな、確か。55キロぐらい出したんじゃないかな。なんか、土地狂ってて。雪道を。土地狂ってて。もう真っ白な。ね。アイスバーン状態の、道路ですね。で、何を考えてるのか土地狂っててですね。55キロ出してると土地狂ってるんです。完全に。もう、多分急いでたんですよね。あ。そんで、滑ってですね、いきなり右にブワーッと曲がったんですよ。なんでか知らんけど。普通にまっすぐ、ビャーって行ってたのに、いきなり右にグワッと行ったんです。は？と思った。で、そのままブオーッと行って、あ、で、瞬間、俺は、あ、これ死んだわ。と思ったんですよね。普通に。うん、あ、これ無理だな。あ、死んだ。と思った。グワーッと。右にいきなり曲がるもんだから。いや、俺ハンドル切ってないんですよ。うん。いきなり右にブワーッといきなり曲がったんです。はぁーと思って。で、案の定、田んぼに落ちまして。まあ、田んぼももう雪でもうブワーッともう、ね。持ってたんで。まあ、ドカーッと入ってですね。田んぼに落っこちた。
で、その田んぼって結局ほら、コンクリートのなんか、用水路みたいなのもあるじゃん。あるから、そこになんかぶつけたんかで、タイヤが、対角線上のタイヤが、2本、まあ、パンクして、それでもう、立ち往生みたいな感じになったんですよ。で、俺は気が動転してて、とりあえず、警察を呼んで、マジ死ぬかと思ったからね。ガチで。まあ、タイヤパンクするだけで済んだんですけどね。まあ、その日が本当に大変でさ。本当に大変だったんだよ、あれ。マジで。今でも思い出すわ、本当に。あれは。だってさ、しかも、吹雪なんですよ。外は。吹雪。ね。で、吹雪で、で、俺田んぼ突っ込んで一人でこう、ポカーンと。外はもう真っ白。死ぬかと思ったね。で、携帯見て、まあ、電話したんですけども。なんとですね、携帯の、まあ、スマホの電池が 3% しかなくて、はぁーと思って。本当に、大変なこと言って。電話して、で、警察やっと来て、その日はですね、なんとですね、運が悪いことに、あれなんですよ。初雪みたいな、初豪雪みたいな日だったんですね。その年で、初めて豪雪が降った、というかもう、そんな日だったんです。だから、てんてこまいですよ。初めて雪降る日っていうのは、もう、そこら中でもう事故ったりするんで、さらにその、豪雪がいきなりボカーッと降ると、ね、昨日まで降ってなかったのにドカーッといきなり降ると、降ってきたわけですよ。ね。だから、もう、てんてこまいのてんてこまいで、もうとりあえず、来るまで30分ぐらいかかって、あれがね、警察が。で、当然、警察が来たからなんだっていう話なんですよ。はっきり言うと。だって警察、まあ、田んぼ突っ込んでるわけですから、まあ、レッカーでこう、まあ、引っ張ってもらうしかないじゃないですか。警察来てなんだっていう話なんですよ。で、警察で、の車乗って、で、なんか、じゃあ、君、まあ、とりあえず、ね、家電話して、で、君、自分で、レッカーとか頼んでおいてね、とかって、言われて、はぁー、みたいな。自分で車、なんとかしてね、僕たち、ちょっとそこまではしないから、みたいな感じで。あーみたいな。感じです。とにかく地獄だったのが、もうその日はもう、地獄でしたね。だって周り何もねえんだから。ようやく、コンビニまでたどり着いて、歩いて行ってね。そのコンビニで、まあ、充電器買って。で、買って、充電して、携帯一点充電して。で、充電し終わって、保険屋ですよ。保険屋に電話して、レッカー頼んで、で、レッカーの人、コンビニまで来て、
で、俺が一緒に乗って案内して、で、引っ張ってもらって、で、そのタイヤパンクしてるじゃないですか。タイヤパンクしてるから、もう、そこに置いとくわけにいかないから、とりあえずどっかにそのコンビニのとこまで、コンビニの駐車場まで、あの、トロトロ運転で5キロぐらいで、こう行って、で、あの、タイヤ交換を、の、その、車屋を呼んで、全部で3万ぐらいかな。3万ぐらいでタイヤ交換してもらいの。もう、だからとにかくね、その日がね、あの、ものすごかったんですよ。だって、だから、もうてんてこまいなんですよ。結局、みんなして、どこでもかしこでも、事故起きてるから、ね、スリップ事故とかいろいろ事故起きてるから、もう、レッカーの人も来ないし、ね、他のとこで、もう起きてるから、その、結局、ね、そっちでも呼ばれてるわけですよね。で、車屋の人も、ね、そっちでそっちはそっちで呼ばれてるから来ないし。とにかく時間めっちゃかかったね、あの日は。で、ちなみにその日は、会社の忘年会の翌日でした。忘年会で、まあ、泊まりだったんですけど、泊まって、まあ、ホテルみたいなところ泊まって、旅館ですね。泊まって、次の日、さて9時ぐらいに、朝9時ぐらいに帰ったんです。帰ろうっつって。帰ってる最中ですよ、結局。事故ったの。そんで結局俺が結果として、いろいろ終わったのが、次の日の、夕方5時ぐらいにやっと全部終わって、やっと全部修理してもらう。修理っていうか、タイヤも直してもらって、で、やっとこう帰ったみたいな。その次の日が休みだったからいいですけど。丸一日潰れたから。いや、丸一日どうよ。丸い、二日潰れてるからね。普通に。丸二日潰れてるからね。びっくりだよ。まあ、全ては俺が悪いんですか。なんで俺あそこで55キロぐらい出したんだろうっていうレベル。もう40キロでもちょっと危ないぐらい。アイスバーンのところ。いや、あのね。俺、去年はね、あんまり車ね、初だったんですよ。初っていうか、雪道はあんまり、その、今までほら、大阪にいたから、大阪で一人暮らししてたからさ、どういう感じかっていうのはちょっと分かってなくて、まあ、まっすぐの道だから大丈夫だろうっていうわけわからん考えて、ですね。普通アイスバーンのとこなんて30キロくらいでトロトロ行くもんなんですよ。普通。本当に。でも対向車線の車がいなかったから、事故は起こさなかったから良かったけど、ね、それは良かったわ、本当に。自損事故で、なんとかなったからさ。まだいいです。まだ良かったけど。ほんとに。うん、マジで気をつけた方がいいっす。雪道は、もう、外出ない方がいい。雪めっちゃ降って吹雪の時はもう。もうね。
家でおとなしくしてよって。マジで。本当に。もう冬の間はもう、基本的にもう家でおとなしくしてた方がいいわ。はっきり言って。恐ろしいもん。本気で恐ろしいよ。雪。あんなツルツル滑る。だからさ、他のさ、東京に住んでる人とかもさ、わかんねえと思うけど、あの、スノータイヤ履いてたらなんか、大丈夫ですみたいな、そういう、ね、感覚でしょ？もう、スノータイヤ履いてたらなんか全然 OK みたいな。そんなもんじゃねえからな、普通に。恐ろしいからね。40キロ出してもスリップするぐらいのレベルですよ。スノータイヤ履いて。履いてんのに。40キロでスリップです。40キロ出して、はい、右曲がりました、ツルーです。ガチで。ガチでほんとこれです。ツルーですね。もう一回滑ったら、もう止まりません。もう、あ、終わったと。これ終わったなと。まあ、今、ABS があるからいいのか。あの、アンチブロック、え？アンチブレーキシステムだっけ？ ABS っていうのがついてて、ブレーキを思いっきり踏んでも、ガガ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 って言って、びっくりするんですけど、あれ。ガガ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 って言って、ブレーキを、なんていうんですか。思いっきりブレーキをかけても、ブレーキが、かけたり、緩んだり、かけたり緩んだり、かけたり緩んだりの、こうガガガガガガガって出てなるんですよ。結局。ブレーキがかかんない。思いっきり踏んでも。スリップ防止で。だって一回、ね、スリップしたらブレーキ踏んだら、踏んでも、もう、何しても無駄ですからね。ああいうの。一回、むしろ逆に、ブレーキを踏んだらもう逆に終わりだと思った方がいい。ね。普通の ABS ついてない場合。ABS ついてれば、その、ブレーキかかった、離れた、かかった、離れた、かかった、離れた、かかった、離れたみたいな感じ。で、カカ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 、結局こういうことですよ。こう、タイヤがこういうことです。こうかけた、地面についた、離れた、ついた、離れた、ついた、離れた、みたいな感じで、ガガ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 ってなんです。びっくりするよ、あれは。でね、ガガ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 って言ってね、そのまま進んでいくんですよ。左に曲がろうと思ったんで、俺。だって会社の、あれで、会社行く途中でさ、それを起きてさ、ガガ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 ッってさ、そのままさ、左に曲がれずさ、そのまま進んでってさ、と思った。まあでも、あれがついてなかったらもう、終わりっすね。タイヤがもう止まって、そのまま滑って、ピーって、そのまま滑ってて、制御不能になる。ので、まあ、しょうがないですね。あれは。うん。だから、本当に怖いです。恐ろしい。恐ろしいこと、この上ない。まあ、ということで、まあ、いろいろありましたけども。ね。はぁ、ほっとり新潟はもう嫌だね。東京とか一番いいやん。何雪降らねえし、あったかいし。ねえ。一番いいでしょ。雪降らないのが一番いいわ。本当に。雪降るとかなんでこんな新潟に住まんきゃいけねえんだよ。バカかよ。マジでさ。不公平だって絶対。不公平だよな。
はい、ということで、このジョーゼ水の如しは三つ星です。はい。それではご視聴ありがとうございました。